大切なエゴがある。意志や欲望、不完全な言葉でかたどられる曖昧な世界の中で、世界がこんな世界。起きた？じゃあ示してよ、君のエゴ。倒す。今回も失敗作。ああ、世界は理不尽で残酷ね。もっと出来のいい子が欲しいのに。君、新入生くん、名前は？なんて呼べばいいの？
名前。ようこそ新帝学園へ。私は夜、一応学園長。大丈夫大丈夫、身構えなくていいよ。ちょっとお話ししてみたかっただけだから。特別な君だから特別にね。いくつか質問するね。君のエゴ、自己意志の源泉となる7つの欲求について。君にとって学園生活といえば？真面目。じゃあ勉強について質問させてもらうね。ちゃんとノートは取るタイプ？君がノートを見せてあげた友達が、友達が何かで失敗しそう。行列のできるお店、ラーメン屋さんで並んでいるとき、夢を叶えるためパソコンやスマホで。本当に？もしビュッフェス、もう結論は決まっているのに、君が敵視してる人が、もし君がリーダーになったら、誰かを本気で好きになったこと、時間やお金が余っていたら、根も葉もない自分の、自分や誰か。怠惰の欲求が一番高い君は、賢くて頭の回転が速くて合理的、そして欲求がなければ。ありがとう。君のことすこぶる分かったよ。それに楽しかったし、あまり誰かとおしゃべりしないから、学園生活は大変かもしれない。でも君ならすぐになれるよ。機会があればまたお話ししようね。期待してるから、バイバイ。目を覚まして、お願い起きてよ。無事みたいだな。ええ。よかった。よかったよ。お兄ちゃん。大丈夫？立てる？霧が濃すぎる。急ぐぞ。ストップ。疲れた。死ぬ。もう無理。この距離で息切れ？不摂生がたたってるんじゃないですか、かける先生。もうちょっと運動したらどうです？バカ言え。こんな貧弱おじさんに運動を勧めるなんて殺す気か？それに、ひなつよ。そもそも先生は多忙で時間がないんだ。ひなたです。ひなたのぞみ。先生の自覚があるなら、生徒の名前くらいちゃんと覚えてください。先生って言っても俺は高位だからな。それにお前のことは会長で呼び慣れちゃってたし。学園に異変が起きて離れ離れになって1週間、私本当に心配だったんだから。お兄ちゃんが無事で本当によかった。
2階で倒れてる生徒がいるって聞いて驚いたけど、まさか千代ちゃんのお兄さんだったなんてね。ここは渡り廊下で2年校舎とつながってるし、そっちから来たのかもな。ねえお兄ちゃん、大丈夫？痛いところない？そんな冗談笑えないから。私だって怒るときには怒るんだからね。君、もしかして記憶がないとか？え？自分の名前がわかるか？ちゃんの名字って相川じゃなかった？それは家庭の事情で。そう。名前以外で覚えていることは、家族、友達、学園のこと、何でもいい。記憶障害は十中八九ここで混沌してたことが原因だろう。霧は人の意識をおかしくさせるから。気管支の弱いチコちゃんみたいな生徒の体調にも良くない。どういう現象なのかはまだまだわからないことだらけだ。千代です。それなのにお前の妹は俺たちの青春を振り切ってやってきたんだ。わかるだろ？自分を人に委ねるような言動は好きじゃないな。ありがとうくらい言ってやれよ。いいの、お兄ちゃんが無事でよかった。おかえり。さて、一息つけたし先を急ぐか。さっさとこの階から降りるぞ。1階は霧がないの、安心して。
千代ちゃん。かける先生、千代ちゃんは大丈夫なんですか？ショックで気を失っているだけだ。お前たちこそ大丈夫か？大丈夫だから。そんな、誰かを置いて逃げるなんて無理。私も一緒に残ります。バカ、犠牲が増えるだけだ。それでも私は誰かを犠牲にするなんて嫌なんです。くそ、危ない。なかなか愉快でガタガタ、奇妙な組み合わせだな。深淵なるもの、一であり善、お前であり世界でもあるもの、刹那かつ永遠たる存在。そしてお前の運命を。待て、おい、話せ。おかしいだろ、躊躇しろ。そもそも人の話は最後まで聞けよ。キー、マジでこいつ何なのだ。まともじゃなさすぎる。我のことはバニタスとでも呼ぶがいい。お前らの力が強ければだな。奴らはいわゆる悪魔だ。レギオンという最下級の存在だがな。だが最下級とはいえ、お前らみたいな生身の人間に勝ち目はないだろう。されどお前が強大なる我を畏怖し、あがめ、定めの上で苦しみ抗う、優越なる姿を見せると約束するのであれば、力を。お前！我の話を聞いてたか？生身のままでは勝てないのだぞ！本当にまともじゃないな。本当はもっといろいろ思わせぶりな話をしたかったのだが、ガランゆえ知識も常識もないとは分かっていたが、礼儀と命の大切さまで知らないとは。キー、もういい。
お前とのやりとりに疲れた。力は貸せぬが手助けしてやる。定めは不変、支障はないからな。精神を具現化した装備、思想だ。精神世界であるここ異界での基本的な力になる。これで巨色の剣能を使えるはずだ。詳細は知らぬ。使って覚えろ。あと、そいつは主たるお前のエゴの分身、剣族。さっさとそいつらを。よかったな。お前らもう元の世界へ戻れるはずだぞ。ギギ、断る。それじゃさらばだ。その力とエゴでこの先の理不尽に抗ってみせるがいい。
第1部日向のぞみ編武者盲目の救世主。私たち戻ってきたんだ。みんな大丈夫？大丈夫だ。軽い打ち身程度だな。電話に出た後、気を失ってしまっていたの。千代ちゃんは俺が保健室に連れて行く。二人は先に降りておいてくれ。一足先に降りようか。異界でのことは後で話しましょう。二階で何をしていたのかな、日向前生徒会長。一橋くん。霧の広がるところへの立ち入りは禁止したはずだ。さて、説明してくれるかな。君、話の邪魔をするな。それに、この僕を知らないだと。教えてやろう。学園に異変が起き、霧や結界が出現した後、旧生徒会の面々や教職員が混乱の収拾を図った。だが、混乱は増していくばかり。そこに圧倒的カリスマで生徒たちの心を束ね、混乱を収束させる救世主が現れたのさ。それこそがこの僕。一橋鞍馬会長。皆に壊れる形で僕が生徒会長となり、日向は生徒会長の席を追われたのさ。どうだ日向、自らの無能さを、いや、この僕の有能さを再確認させられた気分は。私が至らなかったことは事実だから。殊勝なことだ。で、どうして霧の中に入ったんだ？それは…霧の中で混沌していた彼を助けるために、かける先生や相川さんと2階に行ったと。ええ。なるほど。好意であるかける先生や中等部の相川さんを危険にさらすなんて、君は本当に愚かだな。生徒会にこの僕に頼ればよかったんだ。そうすればより安全に救出してやったものを。
前生徒会長とはいえ影響力のある君がこの有様では他の生徒に示しがつかないな。何かしらの懲罰が必要だと思うがどうだろうか。賛成します。お取り込みのところごめんなさい。日向さんと彼をお借りしたいのですが大丈夫でしょうか。至急のお話があるのです。これはこれは神宮空学園長、私の名前は神宮空です。どうかしましたか。君、だから僕の話を邪魔するなと言っているだろう。学園長、我々は秩序維持のため規則に反した彼女の粛清を検討せねばならぬのです。粛清ですか。もちろん同輩を罰するなど断腸の思いではあるのです。しかし全ては秩序維持のため。一橋さん、学園の秩序は十分に維持されていますよ。あなたの手腕のおかげで。私だけでなく教師や生徒一同とても感謝しているのです。そんなあなたが使命感からとはいえ同級生を罰し自責の念に苦しんでしまうことはとても悔やまれます。今回のことは多めに見ればいいのではありませんか。仕方がありませんね。今回はそのようにいたしましょう。僕としても心を痛まずに済むのは助かりますからね。では諸君、生徒会室に戻るぞ。はい、はい、日向、次はないからな。人払いはできましたね。そこの空き教室でお話をいたしましょうか。なるほど、霧の中電話に出たことで異界に引きずり込まれたと。一つ確認させてください。あなたたちは異界からどうして無事に帰還できたのか。だろ、憂鬱なる管理者マニタス。悪魔、いえモナーク、どうやって学園に。我はバニタス、こいつらを手助けした存在だ。悪魔が手助け。なるほど。あなた、悪魔と契約をしたのですね。そして力を、権能を得たのでしょう。何を願ったのですか。ギギ、異界に引きずり込まれ
妹たちと一緒にレギオンどもに襲われていたからな。そうですか。あなたは心根の優しい人なんですね。誰かが異界に飲み込まれ戻ってくるのを察知したので、まさかとは思ったのですが、新たな契約者が生まれるとは。それであなたの権能はどういったものなのですか。巨食の権能、番外の力でしょうか。聞いたことのない力ですね。異界のことも悪魔のこともソラさんはいろいろと詳しいみたいですね。ええ、しかし言えない事情があったのです。すべては神宮家の当主、代々の学園長のみしか知らない、知ってはならない秘密だったのですから。ですが、知ってしまったあなたたちには秘密にしていても仕方ありません。気になることがあればお答えしますよ。物質的な世界とは異なり、認知によってのみ把握できる形而上学的な空間が存在します。あなたたちが訪れた世界、異界です。物質的な世界とは異なり、認知によってのみ把握できる形而上学的な空間が存在します。あなたたちが訪れた世界、異界です。荒唐無稽な夢や忌避できぬ死や病、どれほど強く願っても変えられない現実、それを覆す力があると知ったら、人は誘惑に勝てるでしょうか。願わずにいられるでしょうか。たとえそれが世界に歪みを生む悪魔の力だとしても。この世にあらざる異界の力、故に使い続けると世界の歪みを生み、この世の法則を狂わせてしまうのです。霧、学園と外界を隔てている結界、異界につながる着信、すべて契約者の権能による副作用なのです。だからあなたも学園内ではくれぐれも権能を使わないようにしてください。学園の創始者がこの地に悪魔を見出して以来、私たち神宮家は世界の均衡を保つため活動してきました。契約者を生み出さないように、ありとあらゆる手段を講じて。しかし契約者は生まれてしまった。それもあなたを除いて7人以上も。彼らの契約を破棄させることが、異変を終わらせて学園を元に戻すための唯一の方法です。あなたの力を学園を救うために生かしてはくれませんか。あなたのような出自の契約者であれば任せてみたいと思えるのです。承諾か容認のお返事をいただけませんか。お願いできる契約者はあなたしかいないのです。どうか承諾か容認を。承諾か容認のお返事をいただけませんか。お願いできる契約者はあなたしかいないのです。どうか承諾か容認を。承諾か容認のお返事をいただけませんか。ありがとうございます。
契約を破棄させる方法をお伝えしたいのですが、詳細な説明と要点だけの説明、どちらがいいですか？霧がかった場所を探索してください。どこかで特別な異界につながる着信を受けられるはずです。特別な異界にはイデアという結晶があります。破壊していくことで契約者を無力化することができます。生徒であるあなたにこんなお願いをするのは心苦しいですが、どうか学園を救ってください。ギギ、励むがいい。バニタスさん、くれぐれもあなたは無関係の生徒の前に出ないように。いろいろな意味で混乱のもとですから。安心するがいい。我の関心はこの男の歩む運命のみ。他の誰にも干渉するつもりはない。お願いしますよ。異界や悪魔、契約者について記された資料をお貸ししておきます。詳しくはその資料を読んでみてください。それでは。混乱の…そういえば今更だけど、異界でのことは…ギギギ、レギオン、スピリットはいか、スピリットの活用についてはて、混乱、そういえばちゃんとした自己紹介も今更だけど、私の名前はヒナタ。異界でのことは本当にありがとう。君のおか…ねえ、霧の中の探索や契約者との戦い、私にも手伝わせてもらえないかな。君みたいに戦うための力はないけど、お手伝いくらいならきっとできると思うの。君だけにいろいろ背負わせるのは嫌で。ありがとう。本校舎の霧は2階から上のフロアに広がってるんだけど、先に保健室に寄りましょう。千代ちゃんとかける先生にも説明しないとだから。
おお、来たか。ちょうど二人にもお話をしたところです。お兄ちゃん、私が電話に出たせいでごめんね。千代ちゃん、私お兄さんのお手伝いをすることにしたんだ。少しでも役に立ちたくて。のぞみさんがお兄ちゃんをフォローしてくれるなら安心ですね。ありがとうございます。それでね、よければ千代ちゃんも手助けをしてくれないかな。新聞部員エースの力でさ、情報収集をしてくれるととても助かると思うんだ。そう言ってもらえるなら私もできることを精一杯頑張ってみます。俺も好意としてサポートしてやるよ。体に不調があったらいつでも来てくれ。皆さんありがとうございます。私もできる限り支援させていただきますね。皆さんのチームワークに期待しております。名前をつけませんか？委員会や部活動みたいな感じで。いいんじゃないか？面白そうだし。のぞみさんがいるし、新生徒会っていう名前なんてどうでしょう？もちろん、会長はのぞみさんね。素晴らしい。呼び名が会長のままで通るな。かける先生は黙っててください。いいと思いますよ。ソラさんまで。お兄ちゃんが副長ね。他に副長候補もいないし。副長か、呼びやすいし覚えやすい。賛成だな。ケル先生は名前を覚えたくないだけでしょ。それではお二人は新生徒会の会長と副長ということで、学園長として承認させていただきますね。今の生徒会は一橋さんとその一味が無理やり乗っ取ったようなもの。生徒から日向さんの生徒会長への復帰を願う声もよく聞きます。私や相川さんだけでなく、他の生徒も日向さんを信じ期待しているのですよ。わかりました。お受けいたします。副長、これから一緒に頑張ろうね。頼もしい限りですね。それでは私は別件があるのでそろそろ失礼しますね。さて会長、副長、せっかく来たんだ。お前らの診察もついでにしておこうか。これで問題なしと。副長、お前の記憶喪失は今のところ打つ手なしだ。一時的なことを願うばかりだが。まあいつでも遊びに来い。健康面でのバックアップなら俺もしてやれるから。来た体じゃやりたいこともできんし、暇だこの俺が。時間を